どうも TQQ です。今回はオーバーウォッチやっていきたいと思います。マップはボルスカヤインダストリーズですね。で、攻撃側からスタートになります。ゲンジやろうか、まあそのアニジャやろうか、まあどっちかしようかなって考えてるところであります。で、まずちょっとお話ししたいことが一つありまして、この間の配信の時にオーバーバフの、ランク別の使用キャラ何が多いかっていうのをちょっとまあ調べまして、まあ、それについてなんですけれども、まあ、大体アナとかが多かったんですが、まあ、勝率がですね、上から、まあ、タレジーでドゥームフィストとかメイちゃんで、あとはまあオリーサとかタンクで言うとオリーサ、ホッグって高かったかな、ちょっと分かれへんけど、まあそこら辺の勝率が高くてすごいびっくりしたんですよね。で、自分がよく使ってるソンブラとか、まあ、マクリとかに関しては、まあ、ワースト 1,2 を争うぐらいの勝率の低さでちょっと笑っちゃいましたね。まあタレジー何でもかんでも使えるわけじゃないですけど、まあ、ドゥームフィストと、まあ、あと、なんやろな、あとメイちゃん、そこら辺は結構出せるマップも多いと思うんで、ちょっとね、やってる人は、さらに、連動を高めてもいいのかもしれないですね。で、まあ、急に解説しだすんですけど、解説というか実況しだすんですけど、攻撃ですね、半蔵、やっていきます。ゲンジが上から来たんで当ててキルする作業です。回し来たんで、まあ起こしに来たんでしょうね。回しもキルする。であとはもう2枚押してるんで、まあ、あとはなし崩し的に、まあ自分死んでも火力出せれば取れるんちゃうかなという感じです。トーリビオンがガスガス言うておりますが、ここはキルしていきます。相手トーリビオンいますね。勝率かなりランク上のトーリビオンがいますね。確かに思い返すとこの試合結構トールビョーンがきつかったなっていう印象があります。なんかね、ゲンジとか、あ、そうそうそう、ゲンジも勝率高かったよね。ゲンジとか使うと結構タレジーとか刺さっちゃう、ソンブラとかもう刺さっちゃう、きつい。 3DPS とかにワンチャンタレジーとか刺さるから、まあ、そういうとこでも使えるところはあるのかもしれないですね。で、竜が我が敵食らう溜まってるんで、ザリアのグラビトンと合わせたいなと思ってます。まだ多分溜まってないんで、ちょっと待ちつつって感じです。とりあえずホールホックしてるロードホックは電光石火でぶち抜いて、タレジーもやっといて、後期は今来たんでドラゴンを打ち込んでいきます。マーシーは死にましたが、ナノ龍拳で颯爽に自分のことを切ってきましたね。たまらずゲンジにピックを変更していくと。まあゲンジはね、ウルトが強いんで、まあほんまこの龍拳が生蔵じゃなかったら取れると思います。うわ、ウィンストン一瞬で解けましたね。マジ秒で解けた。相手に、相手というかオリホックなんですけど、ダイブするときウィンストンとかディーバもそうなんですけど、結構きついっすよね。火力がえぐいんで、まあウィンストンがバリア張っても速攻解けますし、まあ、一気にダイブやったらダイブでウィンストンと同時に、まあいかんといかなあかんのかなと考えてます。ゲンジがなんかちょこまかちょこまかしてるんですよね。どこにいるんかなと思ってずっと探してる感じです。はい。で、まあ結構時間は経っててですね、残り2分ぐらいなところまで来ております。モルテン、あー、その前に自爆入ってタレットはやって、モルテンコアこれね、跳ね返したらよかったんですけど、ちょっと跳ね返す頭が回ってませんでした。で、半蔵のウルトでアナはやってくれて、とりあえずロードホックでウルトためへの、マーシー蘇生でアナ復活させへの、マーシーのウルトはキリーノで、相手の龍剣素外入ってるんでやれそうだったんですけど、片切りで逃げましたね。後ろから出てくるんで、この現状はやっておきたいところでございます。うまいことヘッドショット入ってアナがやってくれましたね。アナうまいな。アナがとても上手で阻害入れてくれて、ゲンジもやってくれましたね。なんかハモンドも寝てますけど、ここはいけましたね。はい、攻撃終了と。
まあ、比較的何もしてないのかなと思います。で、防衛ですね。防衛これ来ましたよ。オリーサ・バスティオン・バティスト構成、まあ、伝統の構成ですね。この構成ほんまにほんまに取られへん時取られへん。ヌンバニのさ A の防衛とかもさ、こういう構成されたらマジで取られへん時あるから、敵からしたら結構イライラするよね。まあ、ジャンカータウンもそうですし、基本的にアサルト、あとどこやったっけ、あのパリ、パリじゃなくてパリでしたね、すいません、パリの防衛の A バンカー構成強いっすね。はい。で、初手はここで守ってるんですけど、まあ、相手が左から来たらまた右に移動して、まあ、相手とちょっとまあ距離を取りつつ戦わないと、いけないのかなと思います。相手攻撃トールビオン出てきてますね。で、相手ラインハルトが盾出してきてますが、まあ、とりあえず盾割りしたいんですけど、相手の盾がね見えないっていうか、多分ね左から上がってきてる気がするんですよねと思いきや、下にいるんで、これ下から来たらまあまあイージーっすね。下から来たらね、なんか壁打ってますけど、とりあえずハルトの盾を割ります。ロードホックいるんですけど、やれそう、うん、やれませんね。で、イモータリティフィールドたかれてるんで、味方が耐えてくれてるんで、安心して撃つことができます。安心してというか、てか今死にそうだったんですけど、イモータリティフィールドで助かりましたね。で、ハルトやってくれて、まあ、とりあえずね、あの拠点中に入ってきたらラインハルトの盾割って、ラインハルトをやってから他のヒーローを殲滅するっていう感じになると思うので、とりあえず盾割りをしていきたいと思います。でね、相手もあのボットじゃないので、まあ、左から来たり、まあ、右から来たりいろんなことをしてくると思うんですが、まあ、バスティオンが左に構えてるんで、こっちから見たら左に構えてるんで、相手も多分左に来るんじゃないかなと思います。っていうことでですね、右側に移動して、相手の、まあ、タンクとか、まあ、盾の持ってるタンクから距離を取りたいと思います。はい、総攻撃出まして速攻解けましたね。バカみたいに強いからなこれ。はい、ゲンジもやりますと。で、ロードホックいるんですけど、ロードホックやれて、トールビオンが無理やりアッシュ持っていきましたね1枚。で、ディーバの中身もタレットにやられてしまうっていうことなんですけど、まあ、やっぱタレ G がちょっとめんどくさいのかなと思います。で、次は右から、とりあえず構えといて、ラインハルトの盾打ったんですけど、次ラインハルトを多分右の上から登ってこようとしますね。なんで次は左に構えて、オリーサがちょっとやばいかなと思うんですけど、ワンチャン、うん、いけましたね。で、左から打っていくと、一緒ですよね、盾割ってラインハルトをやりますと。で、オリーサのストップがうまいことハマって、モルテンコは後ろで構えてきてたんですけど、全然いけましたね。で、ゲンジがどっかにいるんですけど、神隠し全然どこいるか分からへん状況、まあ、とりあえず下降りて確認しようかなと思ったんですけど、相手にソンブラが出てきましたね。タレジーから、まあ、ソンブラになったと。おーっと落ちてしまいましたが、ソンブラに変わってますね。で、どっちみち上に構えて、まあ、ここで守るしかないんで、時間も相当潰せてますね。残り60秒、あとはウルト入って終わりかなというふうに考えております。普通にハルト下から来ましたね、これラッキー。で、龍剣とかマジで何ですかみたいな、そんな感じになってますね。バスティオンいると、相手交差入ってきて、で、ラインハルトがどっから来るのかなって思ってます。で、ソンブラが左からハッキングしようとしてきてるんですけど、バティストが見てくれてますね。で、ロードホックの多分ウルトで、うわーい、なんで俺だけ飛んだやろうと思った。オリーサめちゃくちゃ反応良くて、オリーサは硬くなる使ってましたね。いやー、これ守れたと思ったんですけどね、ちょっとバスティオンが落ちたら厳しいかなと思ってたんですけれども、アッシュがアホみたいにキル取ってまして、ウィドウメーカー、ソンブラ、ゼニアッタ、そしてラインハルト4枚抜き、ありがとうございます本当。まあ GG ですね、ここまで来たら。まあ、60秒までね、バスティオンだけで粘れるっていうのが素晴らしい構成やなと思いました。誰が考えたんやろな。てか、バティストおったからフィールド耐えて死なへんし、
ワンチャンサージとかでもしなへんからね、あれ。まあ相手にしたらかなり怖い構成やなと再認識させられたような試合でございます。はい、今回は、バスティオンと、まあ、ゲンジとハンゾもちょっとやったような試合でございます。この動画良かったと思いましたらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。じゃあねー。